丹波大阪のサポーター連合は20日に行われた J1 第14節横浜 F マリノス戦で90分間を通して応援しないことを表明。そのサポーター連合はツイッターにて、ここ数年の低迷及び今シーズンのこれまでの結果姿勢に対してクラブへ抗議の意を示すため、本日の試合は試合前から90分を通して応援しないことを決定いたしましたと投稿し、試合前から大きな話題となっていた。これにはネット上で、ガンバ応援ボイコットって意味ある、応援をしないサポーターなんて存在意味がないなどと否定的な反応が続出。試合はガンバ大阪が前半から猛攻を仕掛け気持ちを見せたものの、横浜 F マリノスの強烈なフリーキックなどで2失点を喫し敗戦。また応援に関してはサポーター連合は表明通りに応援をボイコットしたが、一般のファンサポーターはこれに従わず、なんとも中途半端なボイコットとなっていた。試合終了後、選手と一部サポーターがゴール裏で話し合い、絶対に見せてないから這い上がろうといった声が上がり、今シーズンからキャプテンを務めている宇佐美が涙する姿も見られた。これで5連敗となったガンバ大阪だが、20日夜に公式ホームページ上で社長が声明文を発表。どんな状況でも諦めることなく戦い、勝利を目指して取り組んでまいりますと、ここからの巻き返しを誓った。